グレートホテルの皆様、お元気ですか？ゆかさん、はじめまして、千葉の谷口と申します。なんか今回、加藤英二、僕から奪ったようじゃないですか。あ、違うか、いきなりすいません。はじめまして、千葉の谷口と申します。この度は、おめでとうございます。ということでね、今日は千葉から映像をお届けしてるんですけど、ダメだ。全然 OK です。次のことはね。まあ、でも、エイジ君の出会いのこととかちょっとお聞きしたいなと思ってるんですけど、僕らの知らないエイジを知ってる谷口さんが、どうなんですか、やつは。何年ぐらい前に？もう13、14年前じゃないかね。13、4年前から今のエイジは何か変わりましたか？今回すけど、変わってないんじゃないの？相変わらずだ、根本的には。なんか昔、谷口さんの家の前で倒れてた時があるとか。そう、はい、ありますね。僕ら知ってるエイジは結構、まあ、ちょっと大人になってからのエイジなんで、若い頃って逆に僕はあんまり知らないんですよね。で、一人でね、うち魚屋さんやっててさ、はいはいはい、夏だけ屋台とかやってたじゃん、はい、そこにフラッと遊びに来てて、はい、谷口さん来ました。お酒飲んでないとね、いい子なんだよね。それ一人で来てたんですか？一人で来てね。不遇の時代だ。お酒を飲み始めて一杯はまだいただきます。2杯目、あ、もう一杯いいっすか。3杯目、またいいっすかね。あ、もうちょっとううううになっちゃってね。あ行を変革活用になっちゃいますからね。あーうーだ。そのうちね、みんなこう睨み始めちゃってね、他のお客さんもね、この人ヤバい人なんじゃないのみたいなね。はいはいはい、あなんかそれは本当はいいやつなんだけどね、はい、アルコールに負けちゃうような。ああ。なんか噂によるとね、前歯を折っちゃったとか。ああ、なんかあったみたいですね。喧嘩かと思ったらね、ひっくり返って前歯を折っちゃったみたいな、ね、はい、ダサいやつですかね、基本的にはね。まあいいやつではありますけど ね、 ねボディーボードでデカに突っ込んでね、背骨折んないように気をつけた方がいいよね。はい、あ僕は昔やつが酔っ払っててですね、何回か呼びつけにされたことありますよ。あ、先輩大好きじゃないですかね。そうなんです。でもさ、加藤英二 AKA 失礼男って言われてるぐらいだもんね。ああなるほどなるほど。多分友達の間ではそれは知られてることですよね。なるほど。これでも会場流したっていいんですかね。ああいいんじゃないですか。ああわかりました。じゃあちょっと最後きれいにまとめてもらって。わ、かりました。はい、英二君、ゆかちゃん、結婚おめでとうございます。イエーイ。